今回もご視聴ありがとうございます。今回はホッパー式タイマー回路を作っていきます。必要なアイテムです。この草ブロックはスタックできるアイテムなら何でもよくて、タイマーに使う数を用意してください。まずは横向きにホッパーを置きます。間違えた。そしたらもう一つのホッパーを今置いたホッパーに向けてホッパーに接続します。さらに、ホッパーの横にレッドストーンコンパレーターをホッパーに向けておきます。コンパレーターがレッドストーン信号を出す場所にブロックを置きます。ブロックの上にレッドストーンを置きます。コンパレーターの上に吸着ピストンを置きます。ホッパーにアイテムを入れ、アイテムは最後に入れます。ピストンにレッドストーンブロックを置きます。最後にタイマー分のアイテムを入れたら、完成です。ということで今回はここまでです。最後までご視聴、ありがとうございました。